ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリア、エクスペリア XZ プレミアム SO-04J ドコモスマートフォンエクスペリア XZ プレミアム SO-04J はソニーモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第4世代移動通信システム、第3.9世代移動通信システム、第3世代移動通信システム対応端末である。ドコモスマートフォンの一つ。 SO-03H の後継機種で、エクスペリアのプレミアムシリーズとしては2代目モデルであり、4KHDR ディスプレイやメモリ、内蔵積層型モーションアイカメラなどを搭載している。また、ドコモ1000倍のプレミアムシリーズはこの機種が最後のモデルである。キャッチコピーは、世界初 4KHDR ディスプレイを搭載。持つ人を魅了する、プレミアムなエクスペリア。 なお本家をベースにしたシムフリー仕様が後日発表され一部の MVNO 向けに販売開始した。筐体デザインは仙台に引き続き両面ガラスパネルを採用し背面に鏡面仕上げ加工を施している。上下には質感の高い金属素材を左右にはラウンドフォルムに湾曲されたフレームを使用し持ちやすさにも配慮している。また右の電源ボタンに 指紋センサーを搭載し、ディープシーブラックとロッソは黒色で、ルミナスクロームは銀色のアクセントになっている。ディスプレイは、先代と同じサイズである5.5インチの4、軽トリルミナス液晶パネルで新たに HDR に対応した。これにより、従来機種よりも色が引き締まって見えるようになっている。また 800p 超える世界最高クラスの画面密度を誇っており、 スマートフォンの中でも2020年時点でいまだに記録は破られていない。カメラは SO-03J と同じくメモリを内蔵した新開発の利面照射積層型センサーを搭載しており、ソニーモバイルはこれをモーションアイカメラシステムと総称している。画素数は1920万画素と先代よりは減少したがピッチあたりの面積が広くなった。 このセンサーの最大の特徴は動きを検知すると4枚分の画像をメモリに撮影データとして蓄積し、シャッターを押す前に記録することで瞬間的に捉えることができた画像として記録される。またメモリを内蔵したことでスーパースローモーション動画撮影機能も利用でき、再生するときは再生スピードを落としてゆっくり再生される。ただしスーパースロー中は音声まで記録されない。 パフォーマンス性能では、クアルコムのスナップドラゴン835とシステムメモリ 4GB を搭載し、コードの動作に対応、LTE の通信速度を 788Mbps まで高めている。ありがとうございます。